9月9日のライブの見どころを皆さんにお伝えしたいと思います。今日は夜の部です。それではミュージックスタートじゃないな、どうぞ。はい、ということで夜はキルト打って変わってじゃ日の丸ロックの世界です。私のオリジナル曲中心のライブになりますと言いながらも、私もロックっていうのが分かってないんですけど、とにかくチャチチチチ考えられず君たち熱狂と精霊的世界に響く魂をぜひ皆さんに感じてもらいたいと思います。はい、ということでそんな感じでライブをしていきたいなと思うんですけど、なんとこの日じゃん、テレビの収録が入ります。先日ね、サンテレビさんのヴィンテージクラブっていう深夜番組があるんですけど、そちらに出させてもらって、なんとこの日カメラが入って映像を撮ってもらって、なんとテレビに流してもらえることになりました。ということで何曲か流していただけることになったんですけど、その中の候補曲としてじゃん、行くぞ日の丸、みんなで一緒に歌う行くぞ日の丸がテレビに流してもらって、多くの人に見てもらえるなんてもうなので、ぜひ皆さんで一緒に行くぞ日の丸を大合唱していただきたいと思うので、多くの方にぜひご来場いただけたら嬉しいなと思います。そしてこの日はですね、先ほども言ったように夜はロックの世界なので、演奏させていただく予定の愛国行進曲もロック、いやパンクロック愛国行進曲で演奏したいなと思います。と言いながらも、私自身パンクっていうのが何なのかまだまだよく分かってないんですけど、ストレートの思いをシンプルに皆さんに伝えたいことができたらと思ってます。はい、そして夜の部では江島の桜を称える歌をバンドバージョンで演奏させていただきます。もう一つ、北方領土返還を願う歌で、自分で作った曲なんですが、その曲も、歌わさせていただこうと思います。祈りという曲です。はい、こうして2回にわたって12月9日のライブの見どころをお伝えさせていただきました。私自身こうして皆さんにライブの見どころをもういっぱいいっぱいにこれでもかってお伝えしたいと思ってこの動画を回してるんですが、ただただチケットがまだ余ってます、まだ余ってます。情けない、ぜひぜひお越しくださいよ大官様。こんなんいらないですかね。